今日愛知県春日井市のとある場所に届いたのは大量のブドウ。デラウェアという日本でも昔から食べられている品種です。じゃあなりは小さいんですけど味の方はちょっと去年よりは酸っぱいですね。暑さの影響か少し酸味が強いというブドウ。届いた量はなんと1トン。入り口を塞いでしまうほどです。今ここにあるブドウを使って何を作るんですか？白ワインです。建物の看板をよく見ると春日井ワイナリーの文字。実はここ春日井市で初めてのワインの醸造所なんです。初めて作っているのは赤、白、ロゼ合わせて5種類。どれもすっきりとした甘さと華やかなブドウの香りが特徴です。いい色。いや、美味しそう。去年からワイン作りを始め今年が2年目。今日はワインを仕込む1年で最も忙しい日。届いたブドウを機械に入れ軸から実を取り外します。社長の船戸さん、お酒好きだったこともあり自分で作ってみたいとワイナリーを開業したのですが、実は別の顔が。ワインのラベルには製造者の欄に「船戸電機」の文字。なんと船戸さん、このワイナリーの社長であると同時に歩いて5分もかからないところにある町工場の社長さんでもあるんです。どうしようといいかな。お渡しします。こんにちは。ここが今作ってる工場です。先代が親父になるんですけど家電屋さんだって、もともと家電屋さん。いわゆる町の電気屋さんから徐々に業種を変え、今は電気制御盤などを製造販売しています。住宅街と町工場が入り混じり、ブドウ栽培など農業とは縁遠い印象の春日井市。そんな町でワインの製造に乗り出したのには、お酒が好きだったという以外にも理由がありました。産業自体が衰退とは言わないんですけど、賃金が安いっていうところがあって、やっぱりなり手が少ない。農家さんもそうですけども、やっぱりそういうのはなくしていきたい。なかなかの農業に参入することもできなく、一から作れるのがワイン。年々苦しくなる日本の産業を少しでも残したい。工場の他にワイン作りを始めることで働く人や農家を助けられるのではと考えていました。社長業の傍ら月4日のペースでワイン製造の研修に参加。3年かけて技術を習得しました。その間は会社はどうしてるんですか？放置です社員任せです学んでる時で一番大事なのは、もう本当にこのタンクの中に入って掃除です。頭から洗剤浴びながら、もうこの中全部洗ってました。一方、放置された社員はというといつも社長は突発的にすぐ何かをやり始めるので、ああそうなんですかっていう感じしかなかったですね。と意外と冷静な反応ですが、社長の熱意が伝わったのか、仕込みの今日は社員みんなワイン作りに必死です。この電気でいうと本当に 1+1 は2になるんですけど、ここは 1+1 が3にも4にも0になるという、ここも面白さが面白くて仕込んだワインが出来上がるのは12月から年明け頃。まだまだ春日井ワインの挑戦は続きます。なんとですね、今販売しているのは5種類ということで、そのうちの赤ワイン U をスタジオで私とはるかさんが飲ませていただきます。いや、ちょっとぜひ。いい香り。爽やかな香りしますよね。なんかフルーティーな香りが。飲んじゃおう。おいしい。結構酸味が感じられますね。爽やかな感じですね。なんかフルーティーな感じで爽やかですね。こちらワインに使われているのが山形県産のブドウということなんですね。日本のワインってワイン用のブドウがちょっとずつね生産が年々減ってきている中、そういったのを守ろうという意味もあるそうですよ。はい。なんかこう山形と春日井の方の思いがぎゅっと詰まっています。